それではここからは AWS Cloud を活用した Unreal Engine 5コンテンツ制作と題して Unreal Engine を使ったコンテンツ制作のシーンでクラウドがどのように活用できるのかについて Amazon Web Service Japan の森からご紹介させていただきます。まずは簡単に自己紹介させてください。Amazon Web Service Japan シニアビジュアルコンピューティングソリューションアーキテクトの森と申します。これまで15年ほど映像業界で仕事をしてきました。 前職ではプレイバクスーパーバイザーとして、大河ドラマや恐竜番組などを担当していました。また、AR プレビューシステムの開発、インタラクティブコンテンツ開発なども広く経験しています。現在は主に映像コンテンツ制作の分野のお客様へ、AWS クラウドのご紹介や技術支援をさせていただいています。本日はよろしくお願いいたします。本日のアジェンダとなります。まず、コンテンツ制作における AWS の活用として、いくつか事例をご紹介いたします。その後に、 デッドライン10.3のご紹介と実際にデッドラインを使ってアンリアルエンジン5からレンダリングをしてみるというデモをご覧いただいて最後にまとめという流れでご紹介いたします。まずはじめにコンテンツ制作における AWS の活用についてご紹介いたします。現在 AWS Cloud は世界中のさまざまな映像コンテンツのプロダクションの分野で活用されています。アニメーション、VFX はコマーシャル、プロダクトデザイン、 放送建築、エンジニアリング、ゲームなど、さまざまなジャンルのお客様にご利用いただいています。AWS Cloud を利用することで、コンテンツ制作の柔軟性の向上、処理の高速化、拡張性の確保など、さまざまなメリットを享受できるため、コンテンツ制作の効率化や創造性の向上に役立てることができます。それから近年話題になっている、機械学習、生成系 AI への AWS の取り組みについてですが、 AWS ではすべてのお客様に機械学習をというミッションのもと Amazon 政治メーカーや Amazon 政治メーカージャンプスタート、Amazon Bedrock など生成系 AI のワークロードをサポートするサービスのご提供をしています。さらに機械学習のトレーニングに利用できる t r ニア n i u m ルエンシャなどのコストパフォーマンスの高い学習用インスタンスから P4 インスタンス、G5 インスタンスなど高性能な GPU を搭載したインスタンスまで幅広くご利用いただけますので コンテンツ制作における生成系 AI のワークロードで AWS を活用していただくことができます。また、AWS のグローバルクラウドインフラストラクチャーは、安全性、信頼性に最も優れたクラウドプラットフォームであり、世界中のデータセンターから200以上の完全な機能をご提供しています。世界中の拠点とコラボレーションが必要な場合でも、AWS は必要な時に必要な場所にクラウドインフラストラクチャーを提供し、コンテンツ制作のワークロードをサポートします。 次に、コンテンツ制作でのクラウド活用の要素についてです。UE5 でのクラウド活用の要素としては、大きく分けてこの三つがあります。まずはじめは一番分かりやすいものとして、クラウド上で作業する、クラウドワークステーションです。クラウド上に立ち上げたバーチャルワークステーションに、アンリアルエンジンをインストールして、リモートで操作する、というものです。次に、クラウド上で共有、保存する、クラウドストレージです。例えば、パワーホースなど、 ソースコントロールのリポジトリとしてクラウドを活用することで、制作時のファイル共有が効率化します。そして次に、クラウド上で計算する、クラウドレンダリングです。クラウドのマシンを AI のトレーニングで使ったり、画像のレンダリングに使用したりすることができます。これらのクラウドリソースの特徴を一言で言うと、使いたい時に立ち上げて終わったら削除できるというものです。このクラウドの特徴を活かすことで、必要に応じてリソースを増強して拡張性を高めたり、 自由に組み合わせて柔軟性を高めることでコンテンツ制作の効率をアップさせることができます次にクラウドを利用するにあたってクラウドのメリットをより活かせる場面というのはどのようなものなのかについてですまず先ほどご紹介したクラウドの大きなメリットの特徴としては使いたい時に立ち上げて終わったら削除できるというような拡張性と柔軟性であるとご紹介しましたこのためクラウド導入の見極めとしてはこの リソースの拡張性と柔軟性が求められるシーンかどうかという部分がとても重要になります。例えば、クラウドワークステーションになると、今すぐマシンを増やしたいであったり、クラウドストレージの場合は、さまざまな拠点に高速にデータを共有したいであったり、また、クラウドレンダリングの場合は、制作の締め切りの前だけレンダリングファームを増強したいというようなシーンが挙げられます。この例ではどれも従来の固定的なオンプレの設備ではできなかった。 日々刻々と変化しているコンテンツ制作の状況に合わせて制作環境の規模を拡大させたり柔軟に変化させたりできるというクラウドのメリットを最大限活かせる場面であると言えるわけですそれではここからそれぞれの要素について見ていきましょうまずはクラウドワークステーションについてご紹介いたしますまずクラウドワークステーションとは何かについてですがグラフィックカードを載せたマシーンがクラウド上で動いているのをイメージしてください 欲しいスペックを選んで起動して、この中に通常の PC と同じように使いたいソフトをインストールします。操作画面はローカルマシン側にストリーミングして操作するということなんですけども、画面を受け取るローカルマシンはシンプルなノート PC などでも操作できます。ネットワークさえあればどこからでも使うことができるというのと、いらなくなったら削除ができるというのが特徴です。こちらがクラウドワークステーションのシンプルな構成図です。 右側の AWS クラウドに立ち上げた Amazon EC2 という GPU を搭載したバーチャルマシンを使っていて、さらにその中に Unreal Engine などをインストールしています。またディスクトップ画面のストリーミングのために高性能リモートディスプレイプロトコルである NICE DCV を使用しています。NICE DCV を使うと USB 接続のキーボードやマウスはもちろん、タブレットや Web カム、その他にジョイスティックや MIDI コントローラーなど、 様々な USB デバイスをつなげて使うことができます。こちらのクラウドワークステーションのメリットとしては、場所が関係なくどこからでもアクセスして使えること。また、台数を自由に増やしたり減らしたりできること。また、ネットワークさえあれば、イベント会場などに重い機材を持ち運ばなくても利用できるという利点もあります。さらに、クラウドならではの構成としてこのようなものがあります。アンリアルエンジンやタッチデザイナー、ノッチなど、 各ソフトウェアをそれぞれ別のインスタンスに立ち上げて、レイヤーごとに並列で描画した映像をまとめるような使い方です。AWS 内のネットワークが高速に接続されていますので、インスタンス間の映像の共有も定例停止テシーで行います。このように複数マシンが同時に必要なシーンでも、手元に PC1 台あれば、クラウドを使ってこのような複雑な構成も簡単に実現することが可能です。また、VR ゴーグルの描画をクラウドインスタンスで行うというものもあります。 アンリアルエンジンの VR コンテンツ制作や VR イベントなどでマシンの台数が急に必要になった場合などでもこの仕組みを使えばマシンの調達に慌てることはなくなりますヘッドマウントディスプレイの描画機としてそれぞれクラウドインスタンスに接続していますこの場合十分なネットワークの速度があることが求められますがモバイル端末などの非力なマシンでもリッチな表現の描画を楽しむことができますそれからこちらは Epic Games 様の事例なんですけども リモートワークの端末として AWS のクラウドワークステーションが使用されました。こちらの環境は実際にフォートナイトなどの開発に使われたということです。また、エピックゲーム様ではコロナが流行している期間中、学生が UE5 を動かせるような強いマシンを自宅に持っていないというケースが多かったということで、この仕組みを使って5000台以上の AWS のクラウドワークステーションを大学などの学生に対してバーチャルラボとして提供したということです。例えば、教育の環境では 授業を受ける生徒の数が日々変化しま UE5 を教えるクラスでは同じスペックのマシンが一度に何十台も必要になるんですけどもこれをいきなり準備するというのは無理ですしかし AWS のクラウドワークステーションを使えば同じ状態の同じスペックのマシンを即座に構築することができ終わったら削除することができますこの仕組みのおかげで学校側としても物理マシンを事前に準備しなくてもよくなるため生徒数が変わったとしても問題なく対応することができるというようなメリットがあります 次に、クラウドスタジオのソリューションをご紹介させていただきます。これは冒頭でご説明した、クラウド上に立ち上げた3つの要素、クラウドワークステーション、クラウドステレージ、それからクラウドレンダリングの3つの要素になっています。これらをクラウド上でまとめた制作環境のことを、クラウドスタジオと呼んでいます。クラウドスタジオとして制作スタジオをクラウド化することで、従来では不可能だったリソースの柔軟性や拡張性を高めることができ、 必要に応じてコンテンツ制作の環境がすぐに拡張できるというような特徴があります。こちらは Unreal Engine でのバーチャルプロダクションのコンテンツ制作向けとして、Epic Games 様と AWS が共同で開発したクラウドスタジオのリファレンスアーキテクチャーとなります。このアーキテクチャーは撮影現場の制作チーム、リモートで作業するバーチャルアート部門、およびプリプロダクションやポストプロダクションのプロセスに参加するメンバーを AWS の環境でつなぐことができます。 この要素の肝になっている部分としては、画面中央にあるパ o w ースヘリ r c e Helix Core をソースコントロールソフトウェアとしてクラウド上に構築しているという点です。クラウド上にデプロイされたパ o w ースヘリ r c e Helix Core が2つのアベラビティゾーンに冗長化されているため、高い可用性があります。また、オンプレミスのスタジオに置かれたプロキシーサーバ r と同期していますので、オンプレミス側の使用感も損なわないような構成になっています。それから、AWS にメインとなるパ o w ースレポジトリを置くことで、 ネットワークなどのボトルネックを解消することができ、ビルドについてもローカルマシーンで実行するよりもクラウドで素早く実行できるとのことです。ディスクトップのストリーミングには NiceDCV が使われていて、サードパーティー製の LeoStream というコネクションブローカーを使ってユーザーとクラウドワークセーションの紐付けを行っています。これによって複数のユーザーとクラウドマシーンの管理が簡単にできるようになります。こちらは実際のクラウドスタジオの事例です。 アントロードスタジオは VFX やコマーシャルの制作スタジオなんですけども完全にクラウドで立ち上げたクリエイティブスタジオとなっています。こちらのアーティストはクラウド上のバーチャルワークステーション内で作業しています。環境としてはワークステーションに EC2 の G4DN や G5 インスタンスを利用、クラウドレンダリングでデッドライン、ストレージとして S3 とファイルシステムとしてサードパーティーの w e c k i o を使用しています。 柔軟にスタジオのサイズを増減させることができるので、例えば85人以上のスタジオを即時に立ち上げることができたり、繁忙期にアーティストが追加されてもすぐに対応ができるというようなメリットがあります。またこれ以外でもクラウドスタジオはウェタ、アニマルロジックなどの世界中の様々なプロダクションで採用していただいています。クラウドを使ったコンテンツ制作の別の事例として、複数のリモート同士をつないだコンテンツ制作というのもあります。 こちらはこの中におけるリモートでのアンリアルエンジンのマルチユーザー編集の事例なのですが、AWS のサーバーを使ってアンリアルエンジンのマルチユーザーセッションを構築することで、監督の指示をもと、リモートでモーションアクターやカメラマン、新製作のスタッフが協力してシーンを作っているという様子です。このクラウドを利用したマルチユーザー編集の仕組みによって、物理的に離れた環境でも複数のユーザーが協力して一つのコンテンツを作ることができました。 マルチユーザー編集とは複数の拠点にいるユーザー同士でアンリアルエンジンのシーンデータを共有することでそれぞれが同じシーンを同時に編集・制作できる仕組みとなりますこの場合 AWS 上にマルチユーザー編集のためのセンターサーバーを立ち上げてそちらに各ユーザーが行った編集内容の情報をクラウド上のセンターサーバーを経由して共有するというものです制作するシーンのプレビズやカメラアングルの検討などの場面で複数のユーザーとコラボレーションが必要な場合でも この仕組みを使用することで、リモートでの制作を進めることができます。またこちらはマルチユーザー編集の別の事例です。こちらはバーチャルプロダクションでの多拠点コラボレーションの試みとなります。サンフランシスコとシンガポール、メルボルンの3拠点のリージョン間を AWS のインフラストラクチャーでリンクすることで、定例 TC でのコラボレーションを実現しています。こちらのユースケースとしては、サンフランシスコにある LED スタジオで撮影するシーンを オーストラリアのアーティストが調整して、シンガポールにいるディレクターやクライアントが確認するというような使い方を想定しているものです。各拠点の EC2 インスタンス上のアンリアルエンジンのシーンをそれぞれに同期してマルチユーザー編集をしています。このような地球の裏側のロケーション間のシーン共有でも、AWS のグローバルインフラストラクチャーを利用することによって、定例イテンシーで利用でき、これまでに考えられなかった使い方が可能になります。 次に生成 AI トレーニングでの EC2 の仕様についてご紹介します。今回はガウシアンスプラッティングのトレーニングのプロセスで GPU を搭載した EC2 を利用した例をご紹介します。最新の技術である 3D ガウシアンスプラッティングは写真から 3D シーンを再現する手法として注目されています。また、Unreal Engine にスプラットを読み込むプラグインが公開されたこともあり、 シーン制作への応用などに可能性がある技術としても話題になっています。先日の C グラフ2023で、インディア、マックス・プランク情報学研究所、コートダジュール大学の研究者たちによる論文が発表され話題を集めました。この技術では、3D オブジェクトやシーンを点の集合として表現します。この手法では、スプラッティングのトレーニングに GPU のメモリーを大量に使うということと、また、点群データは一般的にサイズが大きいという理由から、 より大規模なデータに対しては、クラウドリソースを活用することで効率的な計算が可能になります。それでは実際に EC2 のクラウドワークステーションを使ってトレーニングをさせた様子を見てみましょう。入力の画像はこのようなものを使っています。このデータを元にして、スプラッティングの計算を実行してみます。今回は実行に G54XLarge というインスタンスを使っています。 このインスタンスは NVIDIA の A10 という GPU と 24GB の GPU メモリを搭載しています。今回こちらのトレーニングは約1時間30分かかりましたが、入力するイメージの枚数や複雑さによっては、さらにトレーニングに時間がかかることがあります。今回のように、クラウドのリソースを利用することによって、手元に十分な性能の機材がなくても機械学習のトレーニングを実行することができます。 今回計算したスプラットをアンリアルエンジンに読み込んでシーンの中を動き回ることができますので、これを利用したバーチャルプロダクションでの背景モデルへの利用など様々な応用範囲が期待されています。次にクラウドレンダリングとして AWS ThinkBox Deadline 10.3をご紹介させていただきます。 まずはこちらは一般的な CG スタジオのリソースの使われ方です。コンテンツ制作では繁忙期と換算期でリソースの稼働率の差が大きいというのがよくある話だと思います。例えば年末年度末などに締め切りが集中してプロジェクト間でレンダーリソースが取り合いになるみたいな話があったり逆に換算期はほとんど誰もレンダリングを回さずにファームが無駄になっているというようなこともあります。そのためクラウドにレンダリングをアウトソースできるようにすることで 制作スピードや効率を高めることができます。このように安定しないリソースを効率化するために、クラウドを使ってリソースを柔軟にしておくという考え方が重要になってきます。AWS Thinkbox Deadline のご紹介です。AWS Thinkbox Deadline は CG レンダリングを行うためのタスク管理ツールです。Maya や n u k e Foodie などざまな DCC ソフトからのレンダリングをサポートしています。デッドラインでは、 レンダリングのリソースを一つの画面で一元的に管理できますので、社内のレンダーファームでも、クラウドのレンダーファームでも、アーティストがあまり意識することなく、レンダリングを実行できるという特徴があります。デッドラインのソフトウェア自体は無料で使っていただけますので、AWS コンソールからぜひダウンロードしてみてください。それから2023年8月に、AWS Thinkbox Deadline 10.3がリリースされました。このバージョンでは Epic Games 様のご協力により、 アンリアルエンジン5でのレンダリングに対応しています。アンリアルエンジン5からのアニメーションのレンダリングの場面で、アーティストのワークステーションを占有せずに別のマシンでレンダリングができるようになるというものです。ちなみにリアルタイムエンジンを使っているようにどうしてプリレンダー用のレンダリングマネージャーが必要になるのかと疑問に思われる方もいるかもしれません。映画やアニメーションの制作などでは、モーションブラーやアンチエリアス、レイトレースなど、レンダリングのクオリティを上げなくてはならない場面があります。 そのため、1枚あたりのレンダリング時間もどんどんと増えていってしまいます。特にアンリアルエンジンを使ったアニメーション制作などでは、アーティストの制作マシーンで動画の完成用レンダリングを行っているケースが多くあって、この場合、レンダリングをしている間アーティストの作業が止まってしまうので、レンダリングを繰り返すとどうしても作業効率が落ちてしまいます。そんな時にデッドラインを使うことで、そのレンダリング作業をオフロードして、本来のクリエイティブな作業に集中することができるようになります。 デッドライン10.3とアンリアルエンジンの組み合わせのレンダリング事例として、こちらのプロダクションでは製作パイプラインの中にデッドラインを取り入れていただいています。グリーチプロダクションでは UE5 からデッドラインにジョブをサブミットする際に、パワーホースヘリックスコアのソースコントロールの機能を使って、新データをレンダーワーカーに共有するフローを構築しました。この仕組みによって、これまで YouTube シリーズの制作で1週間にせいぜい1話しか作れなかった制作時間を大幅に短縮し、 多いいは週にに話ほどデリバでできるようななったととのことで大幅な効率化を実現されていますまたこちらアンリアルエンジンからの事例ではないんですが「スズメの戸締まり」という長編アニメーションでクラウドレンダリングが作られたという事例です制作の締め切りにかけてフードインなど CG レンダリング量が膨大になるため独自にカスタマイズしたデッドラインの構成でクラウドレンダリングをお使いいただきました この時は最大で90%の割引価格で使えるスポットインスタンスというものを同時に300台以上起動するなどして締め切り直前まで映像クオリティを向上させることができたとのことです。次にハンィアレンジン5からシン n ボッ o スデッ Deadline を使ったシーンのレンダリングのデモをお見せいたします。まずは今回のデモの前提条件と注意事項となります。 今回は簡易的な環境構築の流れをお見せするデモとなりますので、一部手順を省略している部分がありますがご了承ください。また、実際の構築では求められるネットワークの要件などに合わせて設定してください。また、今回はクラウド上のワークステーションにセットアップしていますが、ローカルの PC で試す場合も基本的には同じ工程となります。こちらは今回構築するデッドラインの環境の構成です。図の右側の AWS 内の EC2 のクラウドワークステーションに、 アンリアルエンジン5とデッドラインを入れてレンダリングを行います。今回は時間の関係で単体マシンでのレンダリングをご紹介させていただきます。はい。ではこの環境にレッドラインをインストールして、アンリアルエンジンからレンダリングができる環境を作っていきたいと思っています。まず確認なんですけども、この環境はアンリアルエンジンの5.3がインストールされています。また今回はサンプルシーンとして、このミーアキャットのデモを使っていきます。 では最初にデッドラインをインストールするために AWS コンソールにログインしてください。検索ウィンドウからデッドラインを検索します。Newbull Studio のページが出てきますので、そちらからシン n ボ b o x デッドラインのダウンロードボタンを押して、必要なバージョンを選択してからインストーラーをダウンロードしてください。ダウンロードしたファイルを解凍します。今回はデッドラインレポジトリとデッドラインクライアントをインストールしていきます。まずはデッドラインのレポジトリをインストールしていきましょう。 内容を確認して NEXT を押してくださいここでは新しく MongoDB をインストールしますこちらのサーティフィケートのパスワードは任意で設定してくださいまたこちらの Secret マネージメントについても任意で設定してください今回はスキップします この内容でリポジトリをインストールします。これでリポジトリのインストールは完了です。次に、デッドラインクライアントのインストールをしていきます。内容を確認して、NEXT を押してください。今回、リモートコネクションサーバーを使うので、こちらを選択して NEXT を押します。こちらのサーティフィケートのデリクトリですけども、個別での ディレクトリの作成が必要となります C ドライブの直下に新しいフォルダを作成して名前を DeadlineCert という名前を付けてください。さらにその下に新しいフォルダを作成して名前を RCS というものともう一つ UBL という名前のフォルダを作成します。そして今回は RCS の下にサーティフィケイトを作成します。 作成した RCS を選択し、OK を押して NEXT を押してください。はい、ではこちらで Deadline イ,イアントのインストールも完了しました。インストール完了したので Deadline モニターを起動してみましょう。はい、こちらで Deadline モニターと d e a d l i n e カーが起動している状態となっております。 また、ネットワーク個人レンダーワーカーを接続する場合は、リモートコネクションサーバーモードへの変更が必要になります。デッドラインモニターのこちらのボタンを押して、ウィンドウの中からリモートコネクションサーバーを選択します。リモートコネクションサーバーが立ち上がっている IP アドレスを入力して、先ほど作成した RCS のディレクトリーの下にあるサーティフィケートを選択します。 RCSL の接続モードに変更されますそれでは次に Unreal Engine に Deadline のプラグインをインストールしていきます。まずは先ほどインストールした Deadline リポジトリのディレクトリを開いてください。次にプラグインズの中の Unreal Engine5 のディレクトリを開きます。最後に Unreal Engine プラグインズのディレクトリを開きます。 こちらのプラグインが今回使用するプラグインとなります。次にレンダリングする対象のプロジェクトのディレクトリを開いてください。今回はこちらの m i a c a t のデモのプロジェクトとなります。新しいフォルダを作って名前をプラグインとします。こちらにプラグインをコピーしてください。プラグインがコピーできたので、プロジェクトを開いてみます。しかしながら追加したモジュールのバージョン違いなので、 リビルドが必要な場合があります。また環境にコンパイラーがない場合にはこのようなエラーが発生します。コンパイラーを実行するために Visual Studio Code をインストールします。ウェブページからインストーラーをダウンロードします。ダウンロードしてきたインストーラーを実行して Visual Studio Code をインストールしてください。それから追加で必要になるコンポーネントをインストールしていきます。 こちらから Tool for Visual Studio の下の Build Tools for Visual Studio をダウンロードしてインストールします必要なコンポーネントをクリックしてインストールしてくださいまた Visual Studio、Code、の中でもエクステンションをインストールしますまずは C のエクステンションをインストールしてください さらに追加でこちらのエクステンションパックもインストールします。また C シャープのエクステンションもインストールします。では再度先ほどのプロジェクトを実行してみましょう。無事コンパイルが通ってプロジェクトが実行されているようです。ではまずデッドラインのプラグインを有効にします。エディットメニューからプラグインズを開いてください。検索ウィンドウからデッドラインを検索します。 出てきたこちらのプラグイン2つを有効にしてください。またプラグインを有効にするためにプロジェクトの再起動が必要になります。次にエディットメニューからプロジェクトセッティングを選択してください。検索ウィンドウからデッドラインを検索します。その中でデッドラインコマンドが有効になっていることを確認します。 次に、検索ウィンドウで、Movie Render Pipeline を検索します。デフォルトリモートエグゼキューターの項目で、デッドラインリモートエグゼキューターを選択します。その下のデフォルトエグゼキュータージョブに、デッドラインエグゼキューターを選択します。次に、デッドラインジョブプレセットを作成します。コンテンツディレクトリを開き、右クリックで、ミセレニアス、データアセットを選択して、デッドラインジョブプレセットクラスを選択してください。作成されたデータアセットファイルの名前を任意で変更してください。 ファイルをダブルクリックで開いて内容を修正していきます。まずはジョブディスクリプションでネームにプリセットとなるジョブ名を入力します。またジョブオプションでは任意でプールやグループなどの項目を入力してください。またアドバンストジョブオプションではユーザー名やバッチネームなどを入力しておくとレンダー時に特に設定しない場合 この名前が使われます。設定が終わったら保存して、ウィンドウを閉じてください。では実際にレンダリングを実行してみましょう。ウィンドウメニューから Cinematics、Movie Render Q を選択します。Movie Render Q のウィンドウが出てきます。あらかじめ作成したシーケンスの中から、レンダリングをしたいシーケンスを選択します。今回は m e a ャ Cat の一連のシーケンスを追加してみます。 こちらは今回レンダリングされるシーケンスのショット一覧となりますジョブの名前を入力して先ほど作成したデッドラインジョブのプレセットを選択します最後にレンダーリモートを押すとデッドラインにジョブがサブミットされますサブミットが成功しましたではデッドラインモニターを開いてジョブの状態を見てみましょう こちらにサブミットされたジョブがリストに追加され、レンダリングの準備が開始されています。今回は同じ環境上にワーカーアプリを立ち上げているので、同じ端末上でレンダリングジョブが実行されます。レンダリングが開始されている状態です。このレンダリングは同じ端末に立ち上げているデッドラインワーカーアプリが、アンリアレンジのシーンを開いて自動でレンダリングをしているという状態です。 先ほどのレンダリングリストをもとに、シークエンスの各ショットごとに順次、レンダリングが実行されていきます。今回は自身のマシン1台でレンダリングをしていますが、別のマシンを複数台立ち上げて、そちらでワーカーアプリを起動した場合は、C の並列レンダリングもできますので、作業の効率化が可能になります。ちなみに今回のレンダリングでは比較的軽い設定になっていますが、クオリティや解像度を上げたり、 EXR でのマルチレイヤーの出力をする場合などでは、1枚あたりのレンダリング時間が伸びるので、デッドラインを使った分散レンダリングが効果を発揮します。それから、レンダリングされたジョブの結果は、デッドラインモニター上から確認することができます。指定されたディレクトリー内にレンダリング結果が保存されますので、メージプレイヤーなどで確認してください。今回はこのような出力結果となっております。 以上がデッドラインを使ったアンリアルエンジン5でのレンダリングの紹介となります。はい、こちらが今回作成したデッドラインの構成となります。今回は左の図の1台のワークステーションにアンリアルエンジンとデッドラインをインストールして単体のマシンでのレンダリング環境を構築しました。また、同じような形でレンダーワーカーをクラウド上に必要な台数分だけ立ち上げることでレンダリングが必要になったタイミングで分散レンダリングが可能となります。 締め切り前の忙しいタイミングなど、レンダリング能力が必要になる場面で、ぜひご活用いただければと思っております。今回ご紹介した構築内容については、こちらの AWS ブログにも掲載されていますので、ぜひご覧ください。それからシン n ボ b o x の公式ページに、デッドラインのドキュメントやチュートリアル動画が掲載されていますので、そちらもご覧ください。それからこちらはデッドライン構築のためのおすすめの書籍となります。 c g 屋さんのための AWS Thinkbox Deadline の第2版として、スタジオブロスさんが書かれた書籍なんですけども、新しく Deadline10.3 に対応したものが公開されました。今回のデモで扱った Unreal Engine 5でのクラウドレンダリングのセットアップに関連する内容も書かれています。c g アーティストの目線でステップごとに丁寧に手順が書かれていますので、とてもわかりやすく環境構築をしていただけると思います。こちらもぜひご参照ください。 では最後に本日のまとめとなります。本日はコンテンツ制作における AWS クラウドのさまざまな活用事例をご紹介しました。世界中の多くのコンテンツ制作スタジオが AWS のクラウドワークステーションやクラウドスタジオを活用して場所やリソースに縛れることなくコンテンツ制作のスピードやスケール、柔軟性を手に入れていることをご覧いただきました。また本日ご紹介した主な3つの要素には クラウド上で作業するクラウドワークステーション。クラウド上でパーフォースなどのリポジトリを利用するクラウドストレージ、リポジトリ。そしてクラウドで AI のトレーニングを行ったり、画像のレンダリングを行うクラウドレンダリングというのがありました。これらをうまく活用することで、日々状況が変化するコンテンツ制作の現場において、これまででは難しかった柔軟なスタジオの規模拡大や、竹手を結んだリモートでの制作スタイルが可能になります。また今回ご紹介したデッドラインでのレンダリングについても、 ぜひお試しいただければと思っております。最後にこちらはコンテンツ制作にクラウドを使う際に参考になりそうなサイトをまとめてみました。こちらもぜひご参考にしてください。本日はこれで以上となります。お時間をいただきありがとうございました。